さん、はい、ジェイコムからお届け札幌市民図鑑、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはユアエッジトラベラーの早坂武さんです。早坂武です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す。ユアエッジトラベラーってご紹介しましたが、これは何でしょうか。はい、まあ、たくさんの人と、まあ、つながっていったりとか、うん、まあ、ご縁をまあ、つなげていく中で、うん、まあ、新しい自分を見つけたりですとか、はい、まあ、自分が活躍できる役割の中で、はい、うん、あ、自分が本当にやりたかったことってこういうことなんだなっていうのを、うん、まあ、見つけていく、まあ、そのお仕事ができたらいいなっていう、うん、うん、思いで、まあ、そうですね、直訳すると、はい、うん、ご縁の旅人っていう意味なんですけども、は、はい、はい、周りからもね、ご縁の旅人みたいだねって言われたことでつけた屋号なんだそうですよ。はい、そんな早坂さんはどんな活動をしているのかというところも含めて、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。はい、今日はこちらになります。じゃーん、じゃん、輝き演奏会を開催しています。おばあちゃんに褒められて嬉しかった、心の在り方や考え方を伝えたい。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。はい、じゃあ初めにですね、まあ、このユアエッジトラベラーとしてですね、いろんな、まあ、イベントを打ったりね、活動しているということ、はい、その中の一番代表的なものかな、はい、これイベント名なんですよね。そうです、輝き演奏会ですね。輝き、これで輝き演奏会と呼びます。はい、もうなんかすでにいろんなこだわりを感じるこのタイトルですけど、どんなことしてるんでしょうか。まあ、音楽を通じて、まあ、ピースな思いを、うん、まあ、伝えていきたいねっていう、その一言で始まった、うん、まあ、イベントですね。音楽仲間と、音楽仲間と、はい、ピースフルな思いを、ピースな思いを音楽を通して、はい、今今年1月で初めて開催させていただいたんですけども、うん、はい、まあ、1月4月7月と、はい、まあ、計3回ですね。うん、まあ、白石の、うん、白石の駅の近くにある、はい、まあ、カフェ&ライブダイニングメローさんっていう、メローさんってとこでね、はい、うん、まあ、そこも毎日ライブされてるんですけども、いろんなイベントが、まあ、そこをちょっと貸し切らせていただいて、で毎回30人から40人、うーん、はい、うーん、音楽はどんな感じですか。音楽はもう、うん、まあ、ピースな思いよっていうのを、ピースなバンドブックの、そうですね、もう曲の選曲も、うん、やっぱりなんかそのなんですかね、結構愛をテーマにしてたものだったりとか、、うん、まあ、オリジナルのやり方もいらっしゃるんですけど、うん、結構コピーでアコースティックライブですね。うん、はい、うん、早坂さん自身が演奏して出たりはしないの。します。あ、します。やっぱりオイラもするんですね。します。オイラバンド名とかないんですか。どんな楽やってんの。バンド名は一応なんかオーリエンスっていう名前の、まあ、ユニットを組んでるんですけども、まあ、太陽っていう意味で、はい、オーリエンスっていうのが、うん、まあ、本当にコピーなんですけども、うん、結構毎回、うん、違うメンバーと一緒に組んでやってますね。どんなこと、どんな音楽やってるんですか。誰のコピーが多いの。結構エグザイルのアツさんだったりとか、最近ですとミソルヒバリさんとか、松山千春さんとか歌わせていただきますよね。バラエティーかな。何担当してんですか。一応ギターとボーカルです。お、ボーカルも、ボーカルも歌わせていただきます。千春歌います。そうですか。私札幌人図鑑の歌の今オープニングでですね、あんまり歌は得意じゃないんで、はい、ギターだこの人と思って。あ、本当ですか。違うか。失礼しました。大丈夫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 。そうなんですね。はい、そういうメローさんというところでやってるんですって。はい、そういうピースな、うん、音楽をされる方を集めてやっていると、はいはい、やっぱりなんだろう、お客さんもそういうところ分かって集まってるんですかね。そうですね、まあ、こういう趣旨でイベントやりますっていうので、うん、まあ、いろいろと、うん、まあ、声をかけさせていただいてるので、うん、本当にもう僕も第1回目の時は、うん、久々にもうライブで人前で歌うっていうのを、うん、まあ、ほとんどしてこなかった、うん、実際初めてなんですよね。弾き語りをするっていうのをギターで演奏してっていうのは、まあ、学生時代やってたんですけども、はいはい、自分が歌うっていうのは初めてで、やっぱり失敗するんですけど、うん、やっぱり皆さん温かくこう手拍子をしてくれて、本当になんかものすごい温かい雰囲気の、なるほど、はい、なんとなくライブの雰囲気がちょっとね目に浮かんでいきましたけれどもね、うん、早坂さんご自身が、まあ、音楽をするようになったきっかけっていうのが、はい、すごくそのご家族の影響が大きかったとも知りましたが、はい、そうですね、どうですか。はい、そうですね、まず音楽、まあ、ギターから僕は始めたんですけども、はい、そのギターをやるもう一番のきっかけというのが、うん、もう小学5年生の時に、うん、まあ、音楽もともと好きだったので小さい頃から、うんうん、
まあ、当時は浜崎あみさん大好きだったんですけどもそうなんですか、まあ、音楽番組チャンネルつけた時に、ああもうあのもうすでにその時はもう亡くなられてたんですけども、うん、XJAPAN のヒデですね。うーん、もうヒデが赤い髪でもうこう逆立ててる映像で、うんうん、そのバラードの曲を歌ってギターで弾いた時に、うん、はい、もう本当に電撃が走る感覚があって、ビビビときましたか、ヒデに。そう、ヒデにもう本当にもうヒデみたいになりたいと思ったんですね。あ、でそこからロックスターになろうっていうのが、うん夢になって、そこからまあ中学校1年生の時に、はい、コツコツ毎年貯めたお小遣いで一番安いギター買って、そこから始めたんですけど、うんうん、そうやってヒデに憧れてロックスターになりたいという夢がまず一つあったんですね、はいはい、であの音楽はなんかご家族の影響がやっぱり、あ、そうです ね一番はおばあちゃん、うん、おばあちゃんが結構その、はい、まあ、趣味で歌う活動したんですけども、まあ、父親からはそんな恥ずかしいことをやめろって言って家族に反対されながらも、うん、そういう大きなちょっと快感で歌を歌う活動をしてるっていうのを、まあ、見てましたし、はい、なかなかファンキーなばあちゃんですね。そうですねとあとはまあ父親も結構音楽好きな一家なんですけど、うん、父親もその新婚旅行で行った先で行われたカラオケ大会に、うん、まあ、優勝したらしいんですか。あ、そうなんですか、新婚旅行で。そうです。そこでちょうどそこの時にたまたまレコード会社の方がいらっしゃって、結構大きい会社なんですけど、聞くと、その方からなんかスカウトを受けたっていうのを聞いたことあります、はい、なかなかのお父さんですねだそういうお父さんがいい、おばあちゃんがいい、そして X のヒデがあり、はい、でもう音楽は大きくなったりやりたいことの一つとしてありましたと、はい、でそんなんでこういう今もねライブ活動、まあ、この他にもいろんなイベント企画されたり、はい、していらっしゃる早坂さんでございます、はい、じゃ あの今もう一つの顔がありますので、はい、2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです。じゃーん、じゃん、おばあちゃんに褒められて嬉しかった。はい、これどういうことでしょうか。まあ、そのカラオケのおばあちゃん。そうですね、カラオケのおばあちゃんですね、うん、今、まあ、音楽、まあ、料理人が本業なんですけど、ね、料理人が本業なんですよね。料理の道に行こうと思ったきっかけが、うん、まあ、おばあちゃんの、うん、こんばんは、おばあちゃんの存在なんですけども、はい、小さい頃本当に、まあ、料理の鉄人という番組が昔あったと思うんですけど、その和の鉄人の道場六三郎さんという方がいらっしゃって、はい、まあ、その方がもう純粋に本当にかっこいいなと思ったんですよね。それで、まあ、それきっかけで結構おばあちゃんの、まあ、ご飯支度っていうのを、うん、まあ、横で手伝ってなんか物切ったりとか、なんか炒めたりとかして手伝って中で、結構料理作るのが好きで、でおばあちゃんに、なんかおばあちゃんのためにと思って作って料理、はい、まあ、おばあちゃん食べてって言って、はい、時にね、まあ、美味しいって言ってくれたその一言がずっと、うん、まあ、心にあって、うんうん、おばあちゃんにね美味しいって言われたのがすごく嬉しかったそうですよ、うんうん、そうですね。それで、まあ、ずっと音楽高校卒業してまでバンド活動とかしてたんですけども、はい、結構そのまあ現実を考えた時に、うん、音楽で本当にご飯食べていけるのかなって考えた時に、はい、じゃあ何自分やれるかなって思った時にその、うん、まあ、料理、自分が好きな料理の道に進もうっていう、はい、それで根室、まあ、ご実家根室なんだね、はい、根室から札幌の専門学校に、はい、調理の勉強をしに来たわけでございます、はい、そしてまあちょっとざっくり言いますと、はい、料理の専門学校を出てから、ホテルで勤めたり、はい、あと琴音のカフェに縁があってね、はい、お勤めしたりということがあったみたいなんですけれども、今はいろんなスタイルでそのお料理を、はい、腕を振るってらっしゃるそうですね、はい、そうですね、イベントでそのまあうん、ご飯作りに行ったり、行った先で出張料理人みたいな、出張料理人という形ですね、うん、まあ、ご自宅に呼んでいただいて、はい、もうその自宅にある道具を使って料理作ったりですとか、あら、そんなの来ていただけるんですかお声かけていただけたら。本当ですか。そうですね、何料理を作ってくれる。基本的にその希望言っていただけたら、うん、一応何でも作る努力は。和洋中ってことですか。はい、本当に、本当お家に来てもらえるって便利ですね。そうですね、うちのお母さんちょっといついつ週末忙しいんだけど、うん、うちの娘の誕生日でだけど外に食べに行こうと思ったら同居のおばあちゃんが足が悪くて、あ、はい、ね、でそのうちに料理人来てもらったら外食するよりもいいかねえな、あ、はい、そういう場面もいいですかね。そうですね、はい、今そうですね、今やってるんですけど、うん、実際に今痩せたいって女性がいて、あ、はい、まあ、その痩せたいそのための、うん、まあ、ヘルシーなメニューっていうのを、うん、まあ、一応食材を指定してもらっていただいて、うんうんうん、まあ、それで今
毎日作りに行ってます。そんなこともしてるの？そんなオーダーする方一応そなんか、まあ、その食費っていう部分で、はい、まあ、そのお返しとして、うん、まあ、ご飯それ作ったり自分で、まあ、自分で作ったんですけど、はいはい、食べていいよっていうので。あ、そうですか、はい、本当面白い。今毎日一応1ヶ月っていう期間なんですけど、一応そのヘルシーな体に 健康的に、まあ、体にいいっていうのをテーマに、本当ヘルシーな料理を作って、自分もその1ヶ月で痩せるんじゃない？はい、ヘルシー。そうですね。そうなんですね、うん、どうだろうか。今その前カフェやってたけど、今はどっちかというとイベント、そうですね、それから出張料理人が、はい、まあ、あの中心ということなんですけど、はい、その他にもお仕事されてるのか、それだけで食べてれるの？本当は今はその料理と、まあ、音楽と、うん、あと、まあ、書の活動してるんですけども、うん、はい、なかなかそれだけでは、うん、まあ、正直食べていけない状態なので、うんうん、まあ、その一応生活できるその柱として、うん、夜中、うん、一応12時から朝方まで、うん、まあ、料理 この技術っていうか、まあ、経験生かして、うん、まあ、スーパーの惣菜を作って盛り込むっていう。夜中そういう仕事もしてるんですか？えらいね。何時から何時まで？12時、夜中24時から、まあ、気温は7時なんですけども、結構その忙しいとなんか残業したりとかもして。あ、はい、そうなんですね、偉いね。そういう夜中そういうスーパーのねお惣菜の仕事もしながら、そして日中自分の好きな活動をして、そうです、はい、へえ、頑張ってます。さあ、そんな早坂さん、いろんな思いで活動をされていらっしゃいます。そのあたりでは3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、心の在り方や考え方を伝えたい、はい、ということで、音楽ではなく料理の道に進もうって思った、うん、のも結構その自分自身の中で何か人生で何か大きなことを成し遂げたいっていう野心があって、まあ、その野心を持ってまあ札幌に来たんですけども、うんうん、将来店持とうみたいな感じかな。店持って会社を作って社長になって、うんうん、いいね、でいうふうにまあ思ってやってきたんですけども、なかなか そこでやり方を間違えてしまったというか、うんうん、本当に自分がもう、まあ、成功できれば、うん、もう手段を選ばないというか、はい、それまあ、そういう考えで本当にいろんな人を裏切ったりとか、うん、本当に気づけてきたっていうのもあって、もう友達とか、うん、もうお世話になった先輩たちとかも、うん、なんか結構そのそうですね、まあ、裏切ってしまってどんどん離れていって、気づいた時にはもう、うん、気づいたら周りに誰もいないっていう、うん、本当にもうこれ以上どう悪くなるんだろうって思った時に、うん、ふと思ったのがやっぱりその自分が相手に、うん、まあ、してきたことがもうそのまま返ってくるんだなっていうのにすごく気づいて、うん、ありがとうって言えばありがとうって言っていただきますし、はい、でもなんかそのやっぱり人を傷つけたりとか裏切ったりするとやっぱりそういうのが自分自身にもダイレクトに返ってくるんだなっていうのを結構体験的にものすごくなんか理解をして、うん、はい、文字を書き出したのもその頃なんですかね。そうですね、もうそのちょうどそのカフェのお話をいただいたのが、うん、その出来事があった、まあ、1年後ぐらいなんですけども、あ、はい、うん、その時に、まあ、ふと、まあ、あるつながりから、うん、まあ、その言葉を、うん、まあ、目の前でインスピレーションで書いてもらって、それに結構感動したんですよね、今の自分にものすごく当てはまっていて、でこういうなんか言葉で一つの作品としてなんかその何かを人に伝える活動って本当に素敵だなっていう、うんうんうん、まあ、その一つ なんかその体験があって、うん、まあ、ふとその、まあ、カフェコトニでカフェやってた時に、うん、もう衝動的にちょっと字を書きたいっていう風な、字を書きたい、それあれなの、野心は絡んでないのかい、おいらがサラサラと書いたものがこれ1万2万で売れたらかっこいいな将来的に、それはないかい。そうですね、当時、あ、でも その当時はもう本当にもうコリゴリしてるというか、うん、なるほど、うん、純粋にやっぱりなんかその、うん、書いてもらってすごく嬉しくて、うん、本当なんかグッとなんか泣きそうになるぐらい、うーん、だから純粋になんか本当にもう僕もその言葉で救われて、うん、でも同じようになんかその僕もこういうふうに言葉で何かを人に伝えて、うん、まあ、きっかけを、うん、まあ、魅力ながらなんか与えて、うん、与えられたらいいなっていう、うん、
で実際そういう風な思いになったんで、はい、あのまずはやっぱりたぬき工事ね、はい、路上のまあ一番登竜門でしょうかね、たぬき工事で実際1年ぐらい帰ってたんですってね、はい、その中でもいろんな人とつながったりして、はい、まあ、お仕事もいただいたりですとか、はい、あれですか、やっぱりたぬき工事こうやって座ってたらお客さんとおしゃべりしたりしたりするの、どうやって書いていくの、言葉を書いてあげる、言葉書くときはまあ結構興味を持っていただいて、うん、まあ、使っていってどうですかっていう、はい、はい、うん、それでまあいろいろと、うん、まあ、お話しする中で、うん、もう本当に雰囲気ですね、何も考えないっていうのが結構大切にしていて、普段、うん、心の目でみたいな感じ、結構もうこの人こういう人かなこういう人かなっていうふうに考えてしまうと、なんかもうそこで、うん、邪念が出てしまうんで、邪念が出てしまうんで、あ、はい、だから正直だから自分が書いた言葉が本当に相手に頭ってるかといったら正直分からないですけども、喜んでいただくこともありました、そうですね、うん、結構それで感動して泣いていただく、うーん、泣いてくれた方もいらっしゃいますし、うん、そういうようなこう経験もしながら、だから今もその字を書く活動も続けていらっしゃる、はい、今年海外も行かれたそうですか、はい、はい、ちょっと香港に、うん、ちょっと自分の中で挑戦だったんですけども、まあ、自分の殻を破るっていう意味でも、はい、うん、なかなかそれ表に出てっていう、結構ポン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 なんか周りからも結構行動力あるねってこと言われるんですけど、一、うん、はい、人になると結構その、うん、まあ結構心弱い心が出てきてしまって、うんうん、なかなか踏み出せない、勇気ある一歩を出せないっていうような、うん、その自分をちょっと超えたいなと思って、うんうんうん、まあ、そのもうきっかけになればなと思って思い切って香港で路上に座って、はい、ちょっと英語喋れないんですけどもどうだったね、彼買ってくる人見て興味持ってくれる人、興味持ってくれた方が一人いましたね、少年が近づいてきてくれて、うん、ハウマッチって聞いてきたんですよ、うんうん、香港だらみたいな感じで、うん、日本円で130円ぐらいですね、うん、自分のお財布の小銭入れから出して、うん、はい、1枚買っててくれました。へー、はい、よかったですね、よかったですね、日本語の書いたのを買ってったってことですか、そうです、感情ですね、なのでもう結構その、まあ、書いて渡しても言葉で説明できないので、うんうんうん、僕の好きな、まあ、言葉を羅列してこう広げておいたんですよね、龍、うん、とか熊とか、なんか僕のちょっと金なんですけど、なんかこういう言葉が僕ら好きかなみたいな、なんですけどその中の1枚をこれ、うん、プリーズみたいな感じで、うん、何買ってったの、はい、ちなみにそれはあのなんか思いやりっていう字なんですけど、そう、はい、思いやり買ってくれ、買ってくれましたね、行きましたか、はい、はあ、そうなんだ、結構その自分自身の思い込みがものすごく強くあって、うん、なんかその人にその心の在り方だったり考え方っていうのを伝えるために、まあその人生を捧げようっていうか、はい、もうそのためになんかまあ自分の時間をまあできるだけまあ注いでいきたいなと思っていて、はい、でも最後はなのでもう本当にまあ自分のことをまず置いといて、うん、もう周りの人たちの応援とか協力を全力でやって、最後はもう前のめりで倒れて、うん、生涯を終えたいみたいな。これからの大きな夢というとどうでしょうか。大きな夢は、うん、あのまあ、今海域演奏会っていうのを定期的にやらせていただいていて、うん、ね、はい、まあ、毎回今30人か40人の方に来ていただいて、うん、まあ、盛り上げていただいてるんですけども、はい、まあ、27歳で、うん、まあ、もう28歳になるんですけども、うん、30歳ですね、はい、2018年の8月30日なので、うん、8月にちょっとゼップ札幌で、はい、ゼップ札幌いっぱいにしてこの海域演奏会をやりたいなっていう、はい、そういうのが夢なんですね。大きいよゼップ、大きいですね、1000人を、はい、1000人集めて1000人ライブやりたいっていうのが今の、はい、はい、夢です。そうですね、あ、今1000という数字に反応してしまうと、はい、腹痛も札幌人図鑑1000人達成してからがやっぱりリアクションが周りが全然違ったので、はい、1000っていうのはいい数字かもしれませんね、うん、これからもそういった人の輪を広げて活動を頑張ってください。 ありがとうございます、はい、ということで今日のゲストは Your Edge トラベラーの早坂武さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。